ちょっとブスすぎん。ちょっとどう見ても緊急なんですけど、1ヶ月前ぐらいに2年ぶりに好きな人ができたよっていう動画を上げたと思うんですけど、あの後も何回かデート行ったりとかして、連絡とかも普通に取り合ってたんですけど、ちょっと今進展があって、なんかちょっと今日の夜空いてるみたいな、話したいことがあるんだけどって言われて、これはもしかして告白なんじゃないのと思って体を清めているところなんですけど、もう時間は夕方の5時なんですけど、好きな人に会いに行くゲットレディーリズミー的なのを撮っていこうと思います。お風呂から上がってきましたよっと。いやでもやっぱ最近毎日メイク撮ってなかったからちょうど良かったかもしれないな。時間もあと2時間以上あるから、ちょっとゆっくり恋バナでもしながら準備していきたいと思います。ゆっくりしていってね。そしたらまずリップから塗っていきます。リップはラネージュのリップスリーピングマスクのベリー使っていきます。唇の保湿がね、どれだけ大事かっていうのは最近思い知らされている。ちょっとグミ食べていいですか。2時間以上あるって言ったけど、そんな時間があるわけでもなかった。そしたらカラコンからつけていきます。カラコンはミンカラのティアラグレー 15mm で、結構大きめのカラコンになってます。毎日メイクでカラコンを変えたのが何年ぶりなんだろう。なんかずっとキャンマジを使ってて、そっからちょっと化粧が濃くなったりとかして、ファビュラスっていうキャンマジの一回り大きいカラコンに変えたんですけど、まあ、ぶっちゃけデザインとか色は一緒だから、一緒のものとして数えるんだったら何年変えてないんだろう。変えてないというか、もうなんか依存みたいな感じで、これしか使えなくなってたんですよね。もうそっからちゃんと抜けたって感じ。そしたらスキンケアして顔がテカテカしてるんで、一旦ティッシュで押さえていきます。肌表面に出てるベタベタしてる部分って、化粧するってなった時にそれが原因で崩れてきたりとかもするから、絶対ティッシュオフするようにしてます。ほら、全然さっきとテカリ具合が違う。そしたら下地から塗ってきます。サナなめらか本舗スキンケア UV 下地、美容液化粧下地になります。もう結構熱いじゃないですか。それに合わせてメイクがちょっと変わったんですけど、なんかこういう保湿系の下地を入れてあげてから、テカリ防止系の下地を塗ってあげると乾燥崩れしにくくなるんですよね、っていうのを最近見つけて、そこからずっとやってます。そしたら私がもう何回リピートしたかわからないセザンヌ皮脂テカリ防止下地のピンクベージュを使っていきます。焼けやすいところプラステカリやすいところにのせていきます。鼻とデコで、手に余ったのを伸ばしていきます。バナのところとかね、めっちゃ浮いてくるから。はい、そしたら次にクマとかもろもろ隠していきます。キャシードールヌードマットブラッシャー A の02番使っていきます。この工程は当たり前に行われてるっていう感じですね。乾燥するかなとかも思ったんですけど、塗ってても塗ってなくても崩れ方は変わらないのに、クマと眉毛の上のこの青目が隠れてくれるから、メイク中のストレスがマジで減った。はい、そしたらティルティルマスクフィットレッドクッションの 17C を使っていきます。パフに1回つけたら、高性のメイクキープミストを振っていきます。でね、最近はちょっとずつちょっとずつ薄くしていこうと思って、それでもまあ厚塗りなんだけど、まあ、多少薄いよねくらいまでにはしていきたい。好きな人の話をちょっとするんですけど、なんかあれからちょくちょくライブとかでも、好きな人とどうなりましたかとかめっちゃいただいてたんですけど、もちろん DM とかでもね、進捗出してくださいとか多少もらってたんですけど、私都合っていうよりかは相手に迷惑がかかっちゃったら嫌だなと思って、なるべく喋らないでいたんですよ。でもね、しっかりちゃんともう諦めたとかそういうんじゃなくて、毎日連絡も普通に取ってたし、電話とかもしてたし、何回かこうデートとかにもね行かせていただいていたんですけど。そしたらコンシーラー塗っていきます。コンシーラーもティルティルのマスクフィットオールカバーデュアルコンシーラー、相変わらず名前長ー。どこまで話したっけ。あ、そうそう、なんかもう私のこと絶対好きですよねとか、なんかそういう話とかもこうしてて、毎日連絡もしてくれるし電話とかもしてくれるけど、会ったらなんかちょっと平然をこう装うというか、口数が急に少なくなるみたいな、相当な照れ屋だと思って私は接してるんですけど、どうなんだろう、脈ないのかな、私が勝手に舞い上がってウハウハしてるだけなのかな。なんか難しいね、人の恋愛のことは分かるんだけどさ、自分の恋愛のことになると1ミリも分からなくなっちゃうんですよ。恋愛ってそういうもんなんだなと思って、まあ、だからこそ楽しいんだけど、まあでも普通にめっちゃ合ってるんですよ。なんかご飯行こうとかもそうだし、うちに来てご飯も食べるし、仲良ぴなんですけど、あ、でもね、なんか全然大人な関係とかそういう感じではなくて、1ミリも触れてこないんですけど。なんか前も言ったけど、お互いほんと仕事大好きマンだから、俺の方はこんな感じだよとか、私の方はこんな感じなんですよとかっていうのをこう喋ってるっていう感じです。
あ、そうだ。じゃん。やっと買い直しました。こっちもね、お家にいるときは使おうと思ってるんだけど、動画にはちょっと綺麗なコスメ出したいなと思って、今回はこっちを使っていきます。キャンメイクカラーミキシングコンシーラーの01番。なんだかんだあんまゴルゴ線の消し方みたいなのを詳しく言ってこなかったと思うんですけど、ゴルゴ線ってこう下向いた時に出てくる影みたいな、まあ、いわゆる黒クマって言われてるものらしいのね。下から見た時が一番自然になって、真正面から見るとハイライト入ってるみたいに綺麗に隠れて、こう上を見るとね、わかります？ちょっと逆に浮くというか明るく映るんですけど、顔を上下に動かすことによって変わるクマが黒クマって言われるみたい。なんかまた改めて TikTok とかでチャグマとか青クマの消し方も含めて紹介しようと思うんですけど、毎日メイクって毎日やってることだから変わり映えないから、知識を喋りながら化粧することなんてないと思うんですけど、なんか私の毎日メイクはね、ちょっと違って、もなんか知識の詰め込みみたいな、今まで YouTube とかでやってきたいろんなメイク方法から知識をもらって、これをもう毎日メイクに全てミックスするみたいなやり方でやってるんで、ちょっとみんなが飽きないように説明していきつつ、好きな人の話もしていきつつメイク進めていきます。そしたらあれですね、いつも通りミストをかけていきます。こんな感じでかけたら、ピクとかの竹太郎くんがね、ドライヤーでやってるっていうので、私も普段ドライヤーでやってるんですけど、今回もドライヤー使っていきます。ドライヤーはね、サロニアのドライヤー使ってます。結構一緒な子がいるらしくて、お揃い嬉しいって DM もらいます。でね、これなんかキープミストがどのタイミングで乾いたかわからないっていう子が結構いて、感覚としてはこう仰いでる時に冷たさみたいなのを感じなくなったら乾いたっていうことになるなと思って、私はそれを目安にこうやってドライヤーを当てたりとか手で乾かしたりしてます。そしたらパウダーをのせていくんですけど、セザンヌウルフは仕上げパウダーの01番ルーセントベージュ使っていきます。私これね、改めて気づいたことがあって、パフもめちゃめちゃいいのね。使ってるとこんな感じで汚くなるんですけど、洗うとしっかり汚れとか取れるんですよ。なんか私前にこう歌丸洗剤で洗ってるって言ったんですけど、1週間に1回洗えばいい方なんですけど、洗ってて洗った後のパフのふわふわさがえぐくて、粉ももちろんいいんだけど、ちゃんとパフとかもこだわって作られてるんだなと思って、すんごい感動した。で、これめっちゃ安いからね。ただ一個懸念点としては、本当にこれ以上いいパウダーが見つからなくて、もうそろそろみんな見飽きてきたんじゃないかなっていう。はい、こんな感じで顔にはたいていきました。いい感じですね。マスクするんで下の方を重点的に結構かけてあげてますね。乾かしてる間にアイベースはね、戻ってきました。キャンメイクラスティングマルチアイベースのウォータープルーフ01番。これのいいところなんですけど、もちろん前使ってたやつもすごい良かったと思うんですけど、ケアする成分とかも入ってるからアイクリームとしても使えるしっていうやつだったんで、でキープ力も良かった、めちゃくちゃ良かったんだけど、強いて言うならばアイシャドウを塗った時のちょっと乾燥する感じがね、もう目に見えてわかるんですよ。ちょっとこうまだらになっちゃうというか、ムラができる感じがしたので、やっぱりこれだなと思ってこれに戻ってきました。アイシャドウはね、ロム&ベターザンアイズダブル03番の色を使っていきます。なんかちょっと青み系のピンクなんですけど、すごい目にこう透明感が出るから、ブルベ向きと思われがちだと思うんですけど、イエベさんはね、下地からこうブルベ仕様に合わせてあげれば全然使える色なんで、可愛いなと思ったら買ってみてください。アイラインを引いていきます。でね、セザンヌのアイライナーがね、見事に使い切りまして、新しいのを買ってきました。キャンメイクラスティングリキッドライナーの02番。こう描きやすくてしっかり色もキープしてくれて、個人的には買ってよかったなと思っているんですよ。ピタカラビー、もう最近ちょっとアイライナーあんまり気に食わないの。アイラインの形をね、迷走してる。そしたら涙袋とか描いていくんですけど、マージャンアイシャドウの中ピンっていう色を使っていきます。ちょんちょんちょんってやるぐらいで取って、まず地雷盛りラインから引いていきます。なんかさ、めっちゃ緊急で動画回したから本当に喋ることとか全然決まってなくて、何を喋ったらいいのやらちょっとわからないんですけど、だいぶさらっとお風呂の時に今日話があるって言われて、告白なんじゃないのみたいなことを言ったんだけど、個人的には告白だと信じたいんですよ。もういつでも待ってるから、もしでも好きになってくれたりとか、付き合いたいと思ってくれたら告白してくださいねみたいなことを言ってるんですよ。向こうが告白しても私は振らないよっていう意思をめちゃめちゃ見せてるのに、
に全然アクションをね起こしてくれないんですよね向こうは。でもそれがこうとうとう今日進展するんじゃないかと思っていて、告白されたらどうしようってちょっとこういろいろこう妄想するわけなんですけど、いやもちろん OK するよ、もちろん OK するんだけど、なんで OK しようかなとかはねすごい考えてるんですよ。え待って、めっちゃ告白されるみたいなテンションでいるけど、まだ全然それはわからないんですけど、逆もありえるからな。あの逆っていうのは振られる、告白してないから私、振られるというよりかはもう会わないとかって言われるかもしれない、わからないけど、いやでもあの人絶対私のこと好きなんよね。どうなんだろう、ちょっと自信なくなってきた。そう、連絡頻度の面とか会う頻度の面とかで言うと完全にあの脈ありなんですよ。ほとんど私から誘って向こうがこうそれに合わせて会ってくれるみたいな感じだから、どうなんだろうね。結局さ、こうやってさ YouTube とかでなんか告白かもとかいろいろ喋ってたとて、会ってみないとそれは何なのかがわからないっていう、なんかすごいモヤモヤ、どっちも想像できるし、もう二度と会わないみたいなのは可能性としてはないで会ってほしいし、ないと思っているんだけど、あ、ごめんなさい、あの涙袋をね、こっちの方がでかくなりがちなんでこっちを削ったのと、ちょっと光を入れていきます。そしたらラメを乗せていきます。これラメはね、ロリガオチャイボーグメイクの時に使ってからドハマりしてるんですけど、バビメロの03番シュガースターのラメを塗っていきます。白っぽい、青っぽい、キャラクターでいうとちょっとシナモンみたいな色味のラメなの。めっちゃ可愛いの。上にはねちょっとだけ乗せようかな。じゃあビューラーしていきます。で、マスカラ下地がケイトのラッシュマキシマイザー。あげた後すぐ塗りたいからね。最近まつげ美容液を買い直してというか、セザンヌのまつげ美容液をねちょっと買ってみて、もともと使ってたまつげ美容液と一緒に併用というか、手元にはもともと使ってた方を塗って、手先にはセザンヌの使うみたいな方法をねやってたんですけど、なんかねどんどんまつげが復活してきた。前まですごいスカスカだったんですけど、前よりかは全然まつげの量増えたなって感じがする。マスカラは変わらずヒロインメイクのボリューム&カールマスカラ。うわ、でも今日呼ばれたやつ告白だったらいいな。でもね、今日のがもしも告白だったとして、これでお付き合いしたら私は2年ぶりの彼氏なわけですよ。2年ぶりの彼氏すごいちょっと感慨深いじゃないですか。よし、まつげめっちゃいい感じ、パチパチパチ。ノーズシャドウを塗っていこう。ロージーローザのブラシとトゥークールフォースクールのシェーディング使っていきます。明るい色と真ん中の色を混ぜて、ここは広めに始まって、ここが一番暗く、紫がねツンとなるようにね、それを軽くこうつなげる。ここは一番薄く、むしろここには塗らなくていいレベルなんで。何喋ろう、なんだろう、てかみんなはどんな人を好きになるんだろう。なんかこう仕事を好きな人は好きにならないのかな。てかなんか私もそうなんだけど、こう仕事を好きな人とかってあんまり人から好かれないんですよ。あ、これ TikTok に載せた顎を尖らせる方法で塗っていきます。そう、仕事を好きな人ってね本当に人から好かれないんだよね。なんかお堅いイメージがあるとかが結構あって、相手もそうなんだって。私の場合はその人と出会ってから、その人がいるからこう仕事を頑張ろうとかなったのね。だから、まあ、仕事が、ま、もちろん第一なんだけど、その人のおかげでより一層頑張れるというか。でもみんな的にはどうなんだろう。なんか最近あれ言ったかな、私の YouTube の視聴者さんね、ちょっとねお姉さんが増えてきたの。18歳から24歳ぐらいまでの人が一番多くて、でその次にもうちょっと上の年代の人が多くなったのね。それめちゃめちゃ嬉しくて、なんかそうなるとあの社会人の人が多分増えたと思うんですよ、私の見てくれてる人。仕事を好きな男性のことを、私のこう YouTube を見てくれてる人たちはどう思うんだろうと思って、自分も好きな仕事をしてて相手も仕事を好きだと、だからね、やっぱ一緒にいてすごく楽というか。私は仕事が趣味みたいなもんですからね、なんか趣味が一緒みたいな感じか。あとはね、まあ、もちろん好きなことが一緒なのもすごく大事だと思うんだけど、嫌いなこととか人に対して許せないこととかが一緒だとで、ね、すごいあれですよ、悪口とまでは言わないけど愚痴みたいなものとかも喋れるじゃないですか相手に。でそれを分かるわーってこう喋れるっていうのはめっちゃ大事だなと思う。でかつ相手のことを信頼してるし、相手がこうもちろんどっかにこう漏らすとかもないから、一番身近な相談相手って言ったらあれだけど、あれ私眉毛描くって言った？言ってないね、きっと。田中いいし、ケイトのデザイニングアイブロウの EX4 番、あのライトブラウン系。私本当に髪の毛明るいから明るい色で描いてます最近は。なんせ2年ぶりの恋愛だから
本当に慎重なんだけど、本当すごく大好きなんですよ。だからなんかこうちょっとブレーキ効かずにわーって告白しろーとかってやっちゃうんだけど、向こうはどう思ってるかわからないけど、私は今のところ男性の中だったらその人といるのが一番こう心地いいから、なんか進展してくれたらいいなと思ってるんだけどね。もしも今日の呼び出しがお付き合いしましょうの呼び出しだったら、みんなに報告できるからな。ちょっと楽しみにしといてください。ハイライトはね、じゃん、ペリペラのハイライトを使っていきます。これ何て読むかわからないけど01番です。3種類も入ってんのすごくない？この質も全然悪くない。なんか透明感出したいときはこの一番端っこの色で、デイリー使いするときはこの一番大きいところで、ここはねチークの上とかここら辺とか塗ってあげるとめっちゃ可愛いです。今日はねちょっと透明感をねこう出していきたいから、ピンク味の入ってるハイライトを使うんですけど、カメラだとあんま伝わんないけど、鏡で見ると中国とかで流行ってるこう偏光パールっぽくなる、さっきチークのところに塗るといいよって言った色を軽くこうのせます。優しい光のやついいよね。チークはねちょっと最近運命の出会いをしまして、キャンメイクのグローフルールチークスの16番。キャンメイクってまあ本当原点にして頂点なんですけど、個人的には塗るとね本当に絶妙なんだよね。つきすぎることもないし、最近は目の下すぐからこう丸く塗るのにハマってます。鼻ちょっとで顎こんな感じで塗って、ペリペラのピュアブラッシュドサンシャインチーク16番、モーニングブラッシュ、これを上から重ねると塗ったチークに透明感がプラスされて、もう本当に大好き、大好きです本当に。そういえばね、でっかいワセリンを買ったの。私意外とワセリン使うんですけど、なんかラネージュのリップの匂いがねあんまり好きじゃないって人とかもいて、そういう人はやっぱワセリンめっちゃいいですよ。唇うるうるになるし、でもテカリみたいなのとかはなくて、セミマットみたいな感じで唇を保湿してくれるんだよね。だからリップ前に塗ったりとかしても変にテカリとか出ない。キャンメイクのコンシーラーを取ってよっ、じゃん、ロム&のジューシーラスティングティントの06番フィグフィグ、内側にね塗ってまんましたらビッと真ん中に塗って、で口角も軽くリップで作りましたね。これだけでももう十分発色もするしすごく可愛いんだけど、私はやっぱりねシャシードールのウォーターティントの06番、保湿してリップ塗った上からさっきより全然細めにね入れて、上にこうつなげる感じでいい感じにちょっと動物っぽくなります。で口角を描いていくんですけど、藤子眉ティントめっちゃ有名じゃないですか。ピリピリピリって剥がして1週間ぐらい持つタイプのがすごい有名だと思うんですけど、これワンデーのやつなのね。1日眉毛消えなくなりますよってやつ、これを唇の上の影とかこの口角のところの影とかに使ってあげると本当に落ちなくなります。よく乾かしてあげないとここの横のところとか結構下についちゃったりとかするんで、しっかり乾かしてあげます。今何時？わっ、だいぶギリギリだな。で、あ、忘れてた。ラメを目尻に塗るのにめっちゃハマってるんですよ。こんな感じで。これでいいんじゃない？あ、あと前髪がベタつく季節になったので、イニスフリーのパウダーをおでこにポンポンとつけて、鼻とかはね、逆に乾燥するからつけないんですけど、こんな感じでポンポンしたら、メイク完成。でももうちょっと待って、メイク完成と言いつつちょっとほくろ描きたいな。この知ってますかみんな、 TikTok で一時期ボンって有名になったんですけど、ほくろメイクポイントリキッドっていう、この先っちょがちょっと丸くなってるあのほくろを描く専用のなんだアイライナーな、ラインじゃないもんな、なんですけど、ボンって置いてあげるとほくろができるの。でもねあんまり大きめにボンって置いちゃうとにじむんですよ。したら髪の毛を乾かしていきますか。よし、髪の毛にミルクとか塗って髪を乾かしてきました。アイロンをしていきます。もうここがめちゃめちゃ浮いちゃうんですよね。癖っ気だからかもしれないけど、熱通して一旦こういうピン止めで止めといてあげるといいかも。もうそれでも浮くときはアイプチで止めてます。なんか緊張してきてるんだよね。ただまあ緊張してるときこそこういつも通りの髪型とかいつも通りの服装だったらちょっと落ち着くかなと思っていつも通りにしていきます。全然全く別の話になるんだけど、この前ねうちのママから電話が急にかかってきて、まあ、すごい珍しいことなんですよ。まあ、何かあったのかなと思って電話見たら、すごい興奮気味にうちの会社にハウスダストのファンがいるみたいなことを言われて、うちのママ
ママって全然私のお母さんってことを隠してるわけじゃないから、会社の人とかにもね、うちの娘なんか TikTok とか YouTube やっててみたいなことを言ってるらしいんですけど、でもまあ別にあそうなんだぐらいじゃないですか。じゃあなんかこう噂でそれが多分回ってきたのかな、うちのママに。まるまるさんちょっとお話があるんですけどみたいな、ファーストダストちゃんのお母さんなんですかみたいなことをこう言ってくれた方がいたらしくて、その人も私よりもお姉さんのファンなんですよ。でなんかもう本当にお姉さんファン増えたなと思って、年上の方に好かれるとかね、本当今まで全然なかったから、もうめちゃめちゃ嬉しくて、これを見てるかわからないんですけど、そういう嬉しいこともあるんだな、なんかもっと頑張ろうって思ったっていう。あとはやっぱ一番嬉しかったのは、私よりこう若い子たちが私みたいな地雷味が強いこうメイクするのってまあわかるじゃないですか。でもさ、私よりこう年上の方、例えば25歳から上の方とかが私と同じようなメイクをしてくれるのってやっぱめちゃめちゃ嬉しいんですよ。なんかすごい珍しいなというか、私のこう勝手なイメージだけど、こういうメイクとかを嫌う方のが多いのかなっていうイメージがあったから、なおさら嬉しくて、なんかああ頑張ろうと思って、その電話がかかってきた日は TikTok を2本上げましたね。嬉しすぎて。いやもうほんとこれからもね、いろんなメイク動画を出していくと思うんですけど、私はこう私なりのスタイルみたいなのをまだ探してる途中なんで、見つけつつ動画作り頑張っていきますので。髪の毛めっちゃいい感じになった。ここが丸くなってて、ここがキュッてなってると本当に顔がねもうちっちゃく見えるの、小顔に見えるからウルフおすすめという話はまあいいんですけど、私なりのスタイルをね見つけつつこれからも頑張っていきたいなという話をしてたら、ほらやっぱね この浮きがねあるかないかこうマシになるだけで全然ちゃいますな。じゃあちょっと服着替えて、もうそろそろで多分連絡来ると思うので行ってこようと思いますが、ちょっと緊張するので、本当絶対どうなったかとか普通に動画も撮るし隠したりとかはしないと思うんですけど、相手方がこういることなので、時系列がちょっとワンテンポ遅く発信したりとかも全然あると思うんですよ。なのでそこら辺はちょっと温かい心で見守っていてくれると嬉しいです。そしたらあとは私が頑張ってくるだけやな。よしってことで、今日は結構のんびりやっちゃったんですけど、これにて動画を終わりにしていこうと思います。結果楽しみにしててね。 YouTube のチャンネル登録もそうなんですけど、 Twitter、Insta、TikTok もやってますので、よかったらそっちのフォローもよろしくお願いします。めちゃめちゃ時差になってしまったんですけど、 Instagram10 万人本当にありがとうございます。これからも頑張ります。ってことで次の動画も見てくれよな。じゃあねー。やっぱりいつものメイクが漏れますね。じゃあねー。